ジョージア、グルジア侵攻に関して14年前の、これも映画を一本紹介しておきます、ね。ファイブデイズって、5日間戦争だからファイブデイズっていう映画なんですけど、これはぜひ見てほしいんだけれども、今、ウクライナで何が起こっているか、何が起こりつつあるかというのは、これを見ると、すごく小規模なバージョンではあるんだけれども、よくわかる。つまり、同じことをずっと繰り返してきている。で、さらにその後にクリミアがあるわけですからね。だから、やっぱね、ずっと脅威なんで、潜在的脅威としてロシアというのはあったということですよね。そこってやっぱ潜在的にもう仲良くできないという結論を出しに今来てる気がするんですよね。経済制裁の、そのなんか過剰な経済制裁やってるじゃないですか。うん、マクドナルド撤退とか、いやいや、マクドナルドぐらい別によくねみたいな。なんかもうそのロシア人の経済基盤完全にぶっ壊すぜっていう勢いでやろうとしてるので。